はい、皆さんお疲れ様です。ゾウリと申します。バイオハザード RE2 やっていきたいと思います。一応オリジナル版の、プレステの方は、クリア済みです。まあ、前回の続きから再開っていうけど設定とかしかやってないんでね。で、裏のオリジナル版は表と裏で、今回はレオンとクリス、まあ有名なタイトルだからみんな知ってると思います。クリアでやっていきたいと思います。まあ、スタンダードでいきましょう。嘘じゃない。この目で見たんだ。ええー、信じますよ、もちろん。もっと詳しく話していただけますか？先週の金曜の夜、パブから帰る途中、女が歩いてきたんだ。ふらついてるから酔ってると思った自分こそ酔ってたんじゃないんですか？何杯飲んだんです？いや、一滴も飲んでなかった。またまた。まあ聞いてくれ。その女が近づいてきたから、そいつの目や鼻を見たんだ。まるで顔全体が腐ってるようだった。まるで死人さ、悪く死人みたいで神さんみたいで。この世のものじゃない。その夜は眠れなくて。まあまあ落ち着いて、気を強く持たないと。恐怖に負けちゃダメですよ。それはそうだけど、恐怖で固まってると歯を抜き出しになる。なんだよ、いいとこだったのに。嘘だ。そんな、そんな。なんてこった。どうしたらいい。だから平気だってば。分かった。クリスに会ったらすぐ戻る。それじゃあもう切るね。みんな心配性なんだから。何？誰？え？マジで？もう動かせんの？マジかよ。おお。ちょっと待ってよ。あれじゃないの？あの火の町じゃないの？マジかよ。ここからスタートすんのかよ。走る？お、走ってんな。うん。チュートリアルでさ。よし、じゃあ中入るか。マジかよ。こっからスタートなのかよ。あら、勝手にやってくれた。あの、誰かいませんか？いないの？あ、めっちゃ聞こえるよ。お、あれだよね。電気ついてんだよね。戻れないな。あ、戻れる。これ電気ついてんだよね。なんで電気つけないの？嘘だろ？おかしいだろ？いや、怖えって。というか、ムービーを見て思ったけど、マジで綺麗だな、おい。いる。おう、びしょ。え？やられてない？大丈夫？待ってて。見てくる。え、何？え？指さしてんの？待って待って待って、怖いって。
おい、バイオハザードこんなにリアルになってんのかよ。おや、怖っ。おいおいおい、いや怖え。え？じっとしてろ。あの、大丈夫ですか？大丈夫だ。下がって。なんだ。離れて。聞こえないの。早く離れて。おー、怖っ。ちゃ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 、え？構える？うん？構える？撃つ？はい。はい。怖えよ。そしてクリアさん、あなたなんで銃持ってんの？え？おいおいおいおお。マジか。ちょっと待って。え？え？う？お？何も持ってない。おい、無線とかあるだろ。怖えよ。これ戻れんの？ちょっと待って、戻ろうぜ。ちょっと、なんでだよ。ふざけんだよ。おい、じゃあ何、どうすんの？あ、っていうことはあれだな、何かあるな。これ一括あからさまな電気だな。全然気づかなかったよ。鍵がある。ありますな。はい、キー、あ、タブで確認、はい、調べる、ガソリンスタンドの底用の鍵、OK、ということは、いや、は？びっくりした。あ、なるほどね、はいはいはい、使う。おい、ちょっと待って、ふざけ、お前ゾンビになんだろ。ちょっと待って、おおおお、勘弁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 、お、待て、おい、こちらは東四郎だぞ。おおおお、お久しぶりレオン。待って、撃たないで、しゃがめ。ここを出ないと。大丈夫か？ええ、なんとか、ありがとう。礼を言うのはまだ早そうだ。なんなの、ちょっと待てよ、ふざけんね。は？いや、お、勝手にやってくれる、ありがたい。起きてるの？わからない。署に行けば何かわかるかもな。あなた警官？レオン・ケネディ。君は？クレア。クレア・レッドフィールド。この町の人？いいえ。兄を探してるの。彼も警官。とにかく出会えてよかった。この先一体どうなるか。いやー、映像めっちゃリアル、超綺麗なんですけど。はあ、進化しましたね。感想だよな、普通に。こんなにさ、綺麗なもんなの、ゲームって今。やーべえな、怖っ。どちらさんですか？いやー、すげえな。あれだな、当時はこれがこんなリメイク出るとは思わなかったけどな。こういう感じのリメイクが出るとは思わなかったな。
市民の皆さん、大規模な暴動が発生したため、ラクシティ警察署へ避難することをお勧めします。必要な方には食料や医療品を無料で支給します。嘘でしょ、信じられない。署に行けば何かわかる。もうすぐだ。ええ、そうね。でも生き残ってるのは私たちだけだって。いや、他にもいるさ。でかい町だ。きっといる。歩くしかなさそうだ。走るの間違い。ああ、そうだな。おお。いなかったでしょ。早くバックして。マジか。ここであれが繋がるか。やられてる。マジ。降りるな。早くしろ。ああ、そうそうそう。嘘でしょ。若干見覚えある。よし、じゃあ逃げる。だから警察署に行けばいいんだろ。どこだよ警察署は。こっち。あ、いや、あこっち。おい、ま、おうおう、おい、大丈夫だよな。世界の終わりみたい。おお、何。おお、待て、カメ。あれ、俺間違ってない、ルート。あ、助かってる。いや待て、勘弁。あった、よし、本当だ、もうちょいだ。あ、目指すぜ。どう。おおお、カメ。おお、ふざけんなよ、バカ野郎。よし、ういっ。よし、オッケー。よし、危ねえな。これはあれだな、オリジナル版と一緒だな。警察署に走って逃げりゃなんとかなる。よっしゃ。おお。マジで綺麗だな。あれ、俺パソコン、オリジナル版のパソコンはあれ向こうじゃねえか。誰かいる？ないだろう。メニューってどうやるんだ。メニュー。あ、いいや。なんとかなる。お、組み合わせ、お、いいね。これは後ででいいや。あ、なるほど。自由字キーでもいいんだね。あ、もういらないでしょ。よし。違う。組み合わせできない。え、何、弾違うとか。え、ちょっと待って。メニュー。おっと、あれ押したらリロードしたよ。マジかよ。これじゃなきゃできないの。ちょっと待って。オプション、クイックターンだ。
クイックターン、クイックターンでいいのか。あ、そうだね、クイックターンで。よーし、やばい、わからない。ねえクリス、どこにいるの。誰かいる。オリジナル版こんなのねえだろ。嘘、中にもいるの。トネット、マービー、見てるか。脱出路が分かった、ここに。違う。助けなきゃ。助ける？マップを開く。 M だって。 M どこあった。おー、マップの M なんだね。マップの活用。マップ画面には地形や現在位置だけ、位置だけではなく、発見したギミックやアイテムの位置など表示される。あ、そうなん。おー、ちょっと待てや。発見して俺見てないけど。あったの？あ、これだ。あるじゃねえか。初の回復。躊躇なく使っていくぜ。東っつったらあれか。え、行く？助けんの？よくない？自分の身を守ろうぜ。はぁ？マジかよ。ちょっと待って。いろいろと待てや。本気？最高でしょうね。大丈夫だ、あなたの革ジャンは赤色だから。だからなんで電気がついてねえんだよ、本当によ。これあれ、やっぱり疑問に思った人絶対いるよね。はあ、濡れてんのかよ。マジでビビったぞ。漏電してるってことで電気ついてないの。しゃな、漏電じゃないね。おいおー、怖えって。集中して。怖えって。ちょっと待てって。マップ、警備員室にいるの親切ですね。 あれ赤色まだあるぞ。なんであんだ。あ、そっか、調べてねえってことだ。調べてねえってか、なんかがあるってことだな。ホールド、ああ、押しっぱなし。くぐれやよくね？どれか。怖えよ、マジで。こんなに怖いの？自分で言うのもなんだけど、間違ってなかった。トイレを考えて、今。ひどすぎ。いやいやいや、待て、何？おぉ。か、鍵、いやいや、待て、おびしょ、ふざけんなよ。いや、今のはビビった。開けてくれじゃねえな。え、もう手遅れじゃない？今開ける。開けてくれ、頼む、早く開けてくれ。捕まって、早く助けて。早く、さあ、どっちの手も。おお、大丈夫よ、しっかり。おい、違う、これあれでしょ、戻るんでしょ。4匹ぐらいいたぜ。よっしゃ、また逃げるか。警察官の手帳。さっぱりわかんねえよ。パーキング、ウェイアウト、ここから脱出しろっていうこと。クエスチョンマークだったね。あー、ってことは女神のあそこの入り口にあったあれか、あれになんか3つつなげて地下に行けよって。で、エレベーターがあるのか、これ。開けあかんねえな。あ、なるほどね。この3つの
やつってことね。よくわからんな。よっしゃ。ああ、戻る。ちょっと待って、今、言い方がしたぞ。おー、びっしょおー、ふざけんな、ね。やっぱ復活すんのかい。さあ、これ、いや、バカ野郎。おめえは倒す。よし。ダッシュ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 、逃げろ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 、ふざけんな。え、あ、よし、あ、お、お、お、迷子になったよ、迷子になったよ、こっちか。あ、なに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 、お、ヒューズ、違う、ヒューズ、よし、狭くなってない、さっきよりも。おい、やっぱりかい、低い理由はこれかい。大丈夫だ、もう噛まれてる。おお、いい感じで壊れたね。いい顔してるね。どちらさんですか。安全だ。あ、こいつ、あのマービンってやつ、確かいたよね。マービン・ブラナだ。あ、やっぱそうだ。ありがとうございます。ありがとう。よく生き延びたな。ええ、自分の身は守れる。立って。ねえ、何があったの？一つ確かなのは、ここに残ってるのはゾンビくらいだってことだけど。ええ、そうみたいね。それは持っとけ。念のためだ。すぐ出ていくつもりよ。クリスを見つけたらね。本当に妹か。そう。なんで？何かあったの？いや、やつは休暇中だ。数週間前にヨーロッパに行った。休暇？それは良かった。まだ朗報がある。この隠し通路を使えばここから脱出できそうだ。いいわね。ヘキ、病院に行かないと。いや、俺のことはいい。自分で何とかする。ダメよ。放っておくわけにはいかない。聞くんだ、クレア。自分の身を守れ。兄貴に会いたいだろう。これを渡しておく。でもそれはあなたの。いいんだ、用心しろ。もし奴らを見つけたら、相手が誰だろうと決してためらうな。殺すか逃げるか、どちらかだ。コンバットナイフ。もらったのはコンバットナイフだったの？ステータス画面で装備をして使用する。耐久値がなくなると折れて使用できなくなる。マジか。スペース、構える。構え中に切る。敵に見つ、ん？組みつかれた時、スペースで反撃できる。ほう。反撃に使ったナイフは敵を倒した時、後に耐久値が残っていれば回収できる。はーい。絶対忘れる。スペース全然できませんけど、全然できませんよ。はあ、おお、あ、なるほどね。うん、なるほど。あああ、マービンできねえんだ。ダメな人間だな。すごい、弾がねえよ。コンバットナイフどうすんだよ。なんかやるの？教えてくれよ、マービン。なんかあんだろう。要はこれを集めろってことだよな。はい。じゃあ集めるか。で、何？三つのメダルは、そうっすね。わあ、スペードだ。あれ。多分あれだな。
じゃあとりあえず探索してからだな。2階とか行けないの？あ、ちくしょう、行けねえ。音が変わんだよバカ野郎、怖えだろ。あ、なんかあんな、多分あれ。あ、玉じゃねえか。重要重要、マジで重要。8 マジで重要。なるほど。待って、お、まだあるじゃない。まだあるって、それあるんだよな。何があるんだい？そうそうそう。おのおのおの、ちょっと待って、なになになに？あ？ああ、メタルか。タブにいい。はい。ああ、なるほど。タブといいで、こういうのがあったら絶対忘れるね、俺。それだけは自信持っているわ。ライオンに草に、これ、わし？え？どうやってやんの？あ、こうか。ライオンに、草に、わし。これか？ゲット。よっしゃ。だが今ね、そのメダルよりもね、玉なのよ。うん、玉。玉が欲しいのよ。マジかよ。いけるよ。なんでいけんのかよ。なんか結局スペースがないと奥にはいけねえ。よっしゃ。お！え？え？草だけ持っていくんだよね。当然だよね。オッケー、なんかある。ラクーン観光案内だって。ラクシーへようこそ。あの巨大製薬会社アンブレラが拠点を置き、あのって、そんな有名なの。活力ある都市として知られる我らがラク、そら、ラクーンシティが、実は長い歴史を持つことはご存知でしょうか？知らんよ。このコラムでは、ラクーンシティを訪れる皆さんに街の意外な見どころをご紹介します。ラクーンシティ警察、警察署が1位なんだね。一番最初に来るの、すごいね。ラクーンシティの中心部に位置する警察署の建物は、元美術館として利用されてました。あ、なるほど。現代では珍しい時計台や、玄関ホールの女神像が当時の名残を伝えてくれます。孤児院。警察署にほど近い孤児院は、アンブレラをはじめとする企業と地元住民の寄付によって運営されています。孤児院のシンボルともなっているステンドガラスは、国外からも見学者が訪れるほどだと。あ、ほどだとか。なるほど。美術館を警察署にしたのね。いただな。おせえな、勝手に回すね。怖えだろ。なんかある？おわ！なんかあるじゃない。よーし。絶対に回んないね。わかんないもんね。あーって。あえて攻略サイトでも見るか。もうゲームとして終わってんのよ、そんなの。問題だよ。ということは、下は、スペードと東と、あれか。さっきの、なんか、マビンからもらったナイフなんか使うんちゃうというふうに、マジで思うようなやつをさ、あれなんかここ、まあ、なんもないのね。じゃあ、はい。よ。お、入った。エリオットは正しかった。頑張って。まだちょっとかかる。ちょっとどころじゃないけどね。で、これはスペードだから無理でしょ？で、待って。違う。コントロールでいけるんねや。よいしょ。コンディションと回復アイテム。敵からの攻撃で左下のコンディションゲージがファイン、コーション、デンジャーと変化していく。これ、確実にやってなかったら絶対読めなかったと思う。デンジャーになったら次の攻撃を受ける前にグリーンハーブや救急スプレーで回復。OK。タブで見れるか。で、E と Q で移動ができる。なるほどね。OK。絶対次のプレイでは忘れている。これこのまま一回進めてみるか。ええよバカ野郎。ああ弾がある。え
草だよ。これグリーンハーブって言ってる人いるのが草になるよな、やっぱり。よし、弾だ。組み合わせ、19発。心もとない。なんかある。何もねえのかよ。ちょっと待てよ。あれ？確かリッカー出たよね。オリジナル版。くそ。びっくしょ。調べんの？逃げるか勝ちになるぜ。最悪だ。ふざけんなよ。やっぱり入ってきた。よし、一家じゃないだけマシか。お、なんかある。何？緊急事態対応記録。ああ、9月25日、市内で発生した大規模な暴動により、当警察署を一時的な避難場所とすることが決定した。全職員は市民の受け入れと保護を最優先とする。9月25日追記。追、合ってるよね。夜半、市民の一人が職員に襲いかかるという事件が発生。署員1名が死亡、3名が軽傷を負った。当該市民は間もなく鎮圧された。極度のストレスによるパニックと考えられる。26日、暴徒による当警察署への襲撃が発生。戦闘による死傷者多数、非常シャッターでの封鎖により退避に成功するも、署、周辺は無数の暴徒に取り囲まれ、脱出は困難と判断された。通信機器の復旧のめどは未だ立たず、外部との連絡は不可能。27日、13時、警察署西側で再び戦闘が発生、12名死亡。生存者はわずか。署内はひどい混乱に陥っている。記録者、デビッド・フォード。デビッド・フォード？はぁ？マジで言ってんの？ふざけんなよお前よ。あ、これ、あれじゃない？これでさ死んだろ。嘘だろ。ふざけんなよ。死んでくれマジで。マジか。え、じゃあどうすんの？ちょっと待って。間違えた。マップ。まだ調べんのあんの？ちょっと待って。今飛んだな。まだ調べるもん。あったあった。弾だ。これ重要。で？え？ふざけんなよ。お前ほんとしんどけ。二度と起きてくんじゃねえマジで。ここが光ってたのは知ってた。ふざけんねえマジかよ。おい、何遊んでんだバカ野郎。なまどんなこと？
ちょっと待って、どこに行きゃいいの？戦士ついてぐるっと回って、備品保管庫やの？違う、こっちだ。まず近場から行くか。はーい。はい。お、何ですか？はい。あ、なるほどね。入力するんだ。102。102と103ね。よし。ちょっと待て。いろんな意味で待て。ふざけんなよ、おい。は？ 106、あ、これはいけるんだ。106と109。ちょっと、おいしょい。ふざけんなよ、おい。さっきのやつじゃねえか。俺らしんどけ。言っとけばバカ野郎な。言っとけばバカ野郎。106。フィルムだ。109。よし。はいはい。何ですか？フィルムだよ。いるの？はい、26発。ちょっとずつ増えてきた。何ですかこれは。グレネードじゃない？あれ。前のめりになったよ、今俺。ああ、隣グレネードだね。ああ、じゃあこれ取れるんだ、いつか。はい、じゃあ今度こっち。208は取れないね。ちょっと待って。おい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 。おい、怖くて出ねえねえ。ふざけんなよ。おめえ、それはねえだろ。ほら、やっぱ動いた。やってんのかよ。必死だな。お、なんか、なんか面白い動きした。ちょっと待って。これはだってもう取れないでしょ今。でって、ちょっと待って。出ねえことには始まんねえしな。ロッカー用の端末について。現在、ロッカー開放用の端末のキーがいくつか破損しています。キーを破壊した職員は予備キーを使用し、今すぐに端末を修理してください。犯人は分かってるからな、このバカヤシから。やつか！ああ、なるほどね。よし。まあ、2がねえから何にもできねえってことだよな、今。よっしゃ。おー、怖え。まっすぐ行ってもしょうがねえのか。ちょっと待って、西側のオフィスって書いてあったな。こっちか。はーい。おーい。お元気ですか？お元気ですか？でしょうね。知ってたよ。おお、バカ野郎。バカ野郎。シフトとスペース間違えちったよ。終わりか。よし、二度と逆らうな。何？なんかあれだな。2のオリジナルはもっと弾あったよな。ガンパウダーについてのメモ。は？ハンドガンの弾、ガンパウダー ×2。硫酸弾、ガンパウダープラス強化火薬、白。サブマシンガン、強化火薬 ×2 の白の OK。現在、所内の弾薬が不足している。各自、ガンパウダーを有効活用すべし。何か、遂行する銃器の種類に応じて適切に組み合わせるように注意されたし、なるほど。はーい、ガンパウダー。やべえ、アイテムボックスマジ欲しい。さて、ドキドキが止まらない。何の音？ええよ。ウェルカムレオン。あー、ここに配属されるってことね。何？何ですか？新人の初仕事。新人はまだいませんよ。
レオン・S・ケネディ、機関に重大な特別任務を与える。その恐るべき内容とは、なんと自分の机の鍵を開けることだ。ヒントは6人の先輩のファーストネームの頭文字だ。順番は机の並びと同じにしてある。鍵は机の左右に一つずつだ。両方ちゃんと外せよな。まあ要するに仲間の名前を覚えるのがお前の初仕事ってわけだ。成功を祈ってるぜ。スコットの野郎から聞き出すのはちょっと骨だろうけどな。でで。優しいブラーナー先輩より、血の隅に結婚と走り書きが残されている。ここに来なくて正解だぜ、姉妹。読んだ時点でアウトだろ、もう。っていうことは、ああ、なるほどね。オッケー。っていうことは、似たようなトラップがまだあんな、こんちくしょう。ということは、どっかに名前が、ああ、これか !M? なんだよ、これ。MR? おい、寝てねえぞ、バカ野郎。は?ああ、これか !MRG か。いやい、MRG。よし、OK。よくこういう形、よくあったな、文字。で、D で、ちょっと待って。D で E の、何これ、 N か。D、E、N?よし。なってねえよ。ああ、ってことは、ちょっと、D、E、E。こうか。OK。おーおー、スピードローダー。ああ、なるほど。銃で使う組み合わせ。はーい。ああ、なるほど。これでリロードが早くなるってことね。え?何?同じ武器持ってんのじゃ。まあいいや。見せろよ。作戦報告書。9月28日、午前2時半。生存者は私を含めたたった4人。武器、弾薬の確保の失敗。度重なる異常な戦闘による疲弊と混乱。もう後がない。以前、フィリップス巡査から下水道を脱出路にする提案がなされた。ここが美術館時代の隠し通路だと、隠し通路を使う方法だ。今更ながら、私は彼女のアイディアに乗ることにした。確かに、隠し通路が現存している保証も、下水道にゾンビがいない保証もない。だが、ここで死を待つよりはマシだ。わずかな可能性を信じ、隠し通路に関する情報を探ることにする。エリオット・エドワード。頑張ったな。嘘だろ、おめえ。おめえ、いんのかよ。さーて。さーて。あれ?なんだ?そしてまたこれかよ。じゃああれは関係ねえな。っていうことは取ったらフラグだな?よーし、OK、わかった。今お前は必要ないということだな。だから。あ、そうか、さっき食らったな。オフィスはあれを取ったら終わりだから、これで戻ってメインに戻ると。あ!何?今更だからあいつ起きたの?まさか。今更ながら起きたのか、お前は。まったくだな。に、うそ!お前強くね?よし、リロードが速くなったのは助かったな。何の音だよ、マジで怖えよ。こんなに怖えか?バイオハザード。もうちょっと、怖かったけどさ、オプション。俺が倒したやつだ。じゃあ、このまままっすぐ行きますか、ここに。開かねえのかよ。
ロックされてっていうことは、これはなんだ、戻れっていうの、何しに来たの俺ここ。なんでやられてんだよ。あ、そうか、やられたんだ。ちょっと待てよ、びっくりした。あ、何、おお、助かる。オッケー、ちょっと待って、俺地図がわかんないよ。え、ちょっと待って、え、戻れなくない？え、俺何すんの？マジか。っていうことは、来たよね。来て戻れない。オフィス、なんだこれ。金庫、金庫だね。スペードの鍵だよね。え？ロッカーの端末で武器ロッカーがあるよね。あー、ここあ、ほんとだ。全然気づかなかった。ちょっと待って。こう、奥階段があるのか。びっくりした。おー、勘弁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 。お前ら来るだろ。勘、机の、あー、納得。素晴らしいね。アイテムを預ける。預ける。あ、ちょっと待って。フィルムがあんのか。え？ああ。なにこれ。置き忘れに注意？え、どういうこと？お、レッドハーブ！よし。っていうことは、写真を、記念撮影って何やねん。なんか意味あんの？まあ意味あんだろう。覚えとこう。よし。クレアがやられてるよ。それ何の音だよ。怖えだろ。よし。じゃあ、読むか。お、植物学の薬効に持つ、薬効を持つ植物について。人類は太古から様々な植物を用いた、用いた傷や病を癒してきた。本書ではこの薬効を持つ植物の例として、アークレイ山地周辺に自生する3つのハーブを取り上げ、その概要を述べたいと思う。概要であってるよね。緑のハーブには傷を癒す力、青色のハーブには解毒作用がある。そして赤色のハーブだが、美しい観葉植物として親しまれてはいるものの、残念ながら目立つ薬効はない。そう、ごく最近までは考えられていた。ハーブ同士は組み合わせることでさらに効果を高まる。これは周知の事実だ。近年赤いハーブの組み合わせに多大な影響を及ぼすことが判明した。赤色のハーブが、か。ある東洋医学者の説によれば、青色と赤色のハーブの組み合わせで、体を頑丈にする効果が得られるとのことだ。何、防御力上がんの？そんなわけわかんないことある？ハーブには我々の予想もつかない力が眠っている。さらなる研究が持たれるところだ。なんじゃそれ。おーい。おんだね。よし。いや、何あんの？ガンパウダー。ああ、ガンパウダーだって。あ、ちょっと待てや。ちょっと待って、じゃあ作ろうよ。アイテムの組み合わせ。もうやってますけど。銃で。組み合わせが可能なアイテムは他のアイテムと組み合わせることで新たな効果を発揮する。どうでしょう？おー、結構いいですね。おー、オッケー。ダメか。よし、じゃあ、あれだな。アイテム。結構満パン早いな、これ多分。よし。じゃあ、今回はこの辺にしたいと思います。こんなに可愛くなるもんなのね。リメイクって。よし。じゃあ、次はどこに行けばいいんだろうな。うん、あ、なんかめっちゃあったし。ああ、そういうあったね。で、上に行って回ってくる感じになるのかな。うん、マービンで。まあ、一周しないとわかんないね。じゃあ、多分、こんな感じになると思います。それでは、また。